アッコジーアとは、ドイツのベルリンの企業が提供する検索エンジン。アッコジーアは80%以上の利益を植林、森林再生活動を行う、非営利団体に寄付している。アッコジーアは、自身をソーシャルビジネスであり、カーボンネガティブと考えており、アッコジーアは、財政の透明性を主張し、ユーザーのプライバシーを保護し、アメリカの B ラボに認証された、 ベネフィットコーポレーションである。アッコジーヤの創立当初は、ヤフー検索の検索結果とビングウィキペディアの技術を組み合わせて検索結果を表示していた。広告に関しては、アッコジーヤとヤフーの利益共有の合意の一部としてヤフーによって提供されていた。現在、アッコジーヤの検索結果はビングによって提供されており、ビングから得た検索結果を アッコジーヤ自身のアルゴリズムによって強化している。アッコジーヤは現在スマートフォン、PC 上で動作するブラウザモバイルアプリとしても利用可能である。2019年現在、Google の検索結果も確認したい場合、アッコジーヤの検索バーに G と検索語句を入力することで Google の検索結果を表示することができる。2018年には、 アッコジアはユーザーのプライバシーを守る検索エンジンになることを約束した。ユーザーの検索は暗号化され、保存は一時的にのみ行い、ユーザーのデータはサードパーティーの広告会社に販売されることはないとしている。アッコジアはプライバシーポリシーにて検索履歴に基づくユーザープロフィールを作成しないし、アッコジアが外部のトラッキングツールを使用することもないとした。 アッコジーヤは検索結果の隣に広告を表示しているが、ユーザーがスポンサードリンクを通じて広告元を参照した時に、パートナーがアッコジーヤに料金を支払う仕組みとなっている。アッコジーヤの FAQ によれば、アッコジーヤで一度検索をすると、平均でおよそ0.5ユーロセントの利益が発生する。一本の木を植えるには22ユーロセントかかるので、 二2 2点五という計算に基づき約四十五回の検索が一本の木を植えるために必要となる。アッコジーア創設者のクリスチャン・クロールアッコジーアは広告からの利益の八十パーセントを植林活動支援に使用しており、残りは想定外の事態の対応のために内部で留保される。もしこの留保した資金を使用する事態がなければ、アッコジーアの植林活動支援のための資金として、 使用される。アッコジーヤは月並みで財政レポートを自身のサイト上に発表している。2018年10月には創設者のクリスチャン・クロールは自身の保有する株式の一部をザ・パーパス・ファンデーションに譲渡した。結果的にクロールとアッコジーヤの共同所有者ティム・シューマッハはアッコジーヤを売る権利、アッコジーヤから利益を受ける権利を放棄した。アッコジーヤは コッペンハーゲンで行われた第15回気候変動枠組条約定約国会議と同じ日付である2009年12月7日に設立された。それ以降、アッコジーアは様々な植林プログラムを資金援助してきた。2010年12月までアッコジーアの資金は WWF ドイツのアマゾン盆地のジュルエナ国立公園を保護するプログラムに提供された。 この地域を保護するため、プログラム運営者は、材木業者、現地コミュニティと、財政計画を作成した。2011年までに、アッコジアは25万ユーロ以上を集めることに、成功した。2013年7月から2014年9月に、かけて、アッコジアは、アメリカのザ・ネイチャー・カンサー・アビンシーの主催するプラント、イビリオンツリーズプログラムに寄付を行った。 このプログラムは100万本の木を植林することで、ブラジルの大西洋岸森林を2015年までに復元しようというものである。2015年には、アッコジアは、アフリカ連合、世界銀行の支援する、グレートグリーンウォールプロジェクトの一環として、ブルキナファソの森林再生活動を資金援助した。b ラブによれば、2015年1月時点で、利益の80%を寄付することで、 アッコジーアは2009年12月以降、熱帯雨林保護のために150万ドル以上を集めた。アッコジーアによれば、2015年までに、アッコジーアは、およそ250万人のアクティブユーザーを獲得し、200万本以上の植林を行った。2015年5月、アッコジーアは、ユパスの社会の向上を意図した最優秀、スタートアップ企業のカテゴリーの候補に挙げられた。 アッコジーアは複数の団体と一緒に活動している。例えばエデン森林再生プロジェクト、オ向いている、その国現地の様々なパートナー等である。これらパートナーとアッコジーアは16の国で植林を行った。アッコジーアは現在ペルー、ニカラグア、コロンビア、ハイチ、ブラジル、モロッコ、スペイン、セネガル、ブルキナファソ、ガーナ、マダガスカル、 ウガンダ、タンザニア、エチオピア、ケニア、インドネシアで植林プロジェクトを支援している。2018年10月9日、アッコジーアは100万ユーロでハンバッハの森をドイツのエネルギー会社 RWE から購入した。これはハンバッハの森が切り開かれるのを防ぐためである。アッコジーアは Google Chrome 上でデフォルト検索エンジンとして使用可能である。 2017年7月21日時点では、ブレイブブラウザがアッコジーアをデフォルト検索エンジンの選択肢として提供している。バージョン26のリリースに伴い、ペイルムーンブラウザはアッコジーアをデフォルト検索エンジンとして提供し、2016年2月15日に、ポラリティブラウザのバージョン8も同様にアッコジーアをデフォルト検索エンジンとした。アッコジーアは、 バージョン44.02からウォーターフォックスのデフォルト検索エンジンである。バージョン1.9からビバルディはアッコジーアをデフォルト検索エンジンの選択肢として追加した。2018年3月にはファイ f ーフォックス59.0がアッコジーアを検索エンジンの選択肢としてドイツ版に追加した。2019年8月21日時点でアッコジーアは Google の主導する Android デバイス上に表示されるための検索エンジン選択オークションには参加しないとしている。これは2020年の欧州 Android 形態のユーザーはアッコジーヤをデフォルト検索エンジンとして設定する選択肢がないことになる。クリスチャンクロールはこのボイコットの決定に関して私たちは Google が同社の河川市場の立場を このような方法で利用するという決定をしたことに深く失望しています。広く公平な市場へのアクセスを与える代わりに、Google は異なる形態を取るものを差別し、Google 以外の他社に料金を払わせる決定をしてしまいました。これは我々にとって受け入れることのできないことです、と説明している。この検索エンジン選択オークションに参加するための申し込みは9月中旬が、 締め切りとなっている。2020年12月の iOS14.3 のソフトウェアアップデートにより、Apple 製品のサファリの検索エンジンに追加された。サファリとしては5つ目の検索エンジンの選択肢となる。ありがとうございます。